それでは、この前、八幡市で、講座の講師を務めた時に、使った資料を用いて、その時の、講義に比べて丁寧に、より丁寧にですね、ご説明をしていきたいと思います。もともと私は小さい時から日本とは、何であるかということを、考えさせられてきました。というのはやはり小学1年生から5年生まで、4年間近く、エジプトのカイロで、小学生時代を送ったものですから、日本にいたら日本とは何かっていうことなんてあまり考える必要もないんだけれども、やっぱり日本から遠く離れて異国で、この生活をしたり学校に通ったりしてると、いやおうなしに、日本とは何かということを考えざるを得なくなるわけです。で、その後ずっと、日本とは何かということを考えてきた結果、ようやく数年前から、答えらしきものが見えてきて、現時点では、多分こういうことなんだなというところまで、考え方がまとまってきましたので、ご説明したいと思うのです。で、でその私が到達した、日本とは何かということに対する答えを理解していただくためには、理念ですとか文化ですとか文明ですとかということについてまず理解をしていただく必要がありますが、その際、この私の今までの、この、難問と言っていいと思いますけれどもに取り組むにあたって、一番参考になったのは残念ながら日本人のなんて言いますかね、その著作ではなくて、外国人の著作であり、その中でもとりわけマックス・ウェーバーとそれからルース・ベネディクトの著作の影響が大きかったと思います。で、このルース・ベネディクトについては有名な聞きと語るっていう本があって、日本でも翻訳が出ていますけども、ベネディクトの方はこの「聞きと刀」という本を通じて私が自分で、読んでそれなりにこの理解をしたということですけども、マックス・ベーバーの方は、これはその大学に入って初めて、そもそもその存在を知った人物です。で、このマルクスほどでは有名ではないけれども、少なくとも私が大学に入った1967年頃では、マルクスに並んで、当時の日本の社会科学系の学者たちの間ではもてはやされていた、学者です。で、この考えていますと、大学の効用っていうのはいろいろあると思いますが、というかその効用なんてあんまりないよっていう人もいるかもしれませんけど、私にとって、一つの収穫だったのはこうマックス・ウェーバーの存在をその授業を通じて知ったということですね。それでちょっとその脱線して当時のことを振り返ってみたいと思うのですが、
私が大学に入ってた時にその1年生の教養課程でですね、この必修科目とそうじゃないその選択科目があって、選択科目についてはずらっとその、それぞれを担当する科目を担当する先生が書いた、文章が載っかっているものを読んでですね、その中からその、興味が湧くものを選ぶというそういう形式だったわけですけれども、社会学概論と銘打った科目がありまして、その科目については2人の先生が担当しておられたんですね。でそのどちらかを選ぶ形でした。でその片方が、この三田宗介という先生で、もう一つが折原宏という先生、でした。ところがその社会学概論という科目の名前は同じなんですけれども、この紹介文の内容がまるっきり違っていまして、まるっきり違っているとは何かというと、三田さんの方は、文字通り社会学概論を銘打った、そういう中身だったんですけども、折原宏さんの方は、マックス・ウェーバー一色の講義内容紹介だったんですね。それで、私は概説的な、まあ、概論と銘打ってるんだから概説でいいわけですけども、それだったら何かその入門書でも読めばいいなということで、マックス・ウェーバー一色だった折原さんの方の授業を取ることにしたんですね。でその時に、その大変そのウェーバーっていう学者に感銘を受けたのですけれども、この後でこの考えてみると、その、こう言っちゃなんですけども、その折原さんの方は、このウェーバーの素質さに、似すぎないというか、その社会学者のはずなんですけれども、現実のその日本の社会ですとか、その、まあ、世界どこの社会でもいいんですけれども、あるいは世界全体を論じてもいいんだけれども、社会学者としての業績はそれまでもですけれども、それ以降もほとんどなかった人です。要するにそのウェーバーの素質者として終わった人ですね。でこの、こう言っちゃなんだけれども、全然その現実の社会のことがお分かりになってない証拠に、その授業を取ってからそのすぐその翌々年ですけども、紛争が、大学で始まったんですよね。その時にそのたった一人、教官の中でストと称して、授業をやらなくなってしまったのが折原さんでしたね。でそんなのはその極めて馬鹿げている、馬鹿げているというのは2つの意味で馬鹿げているのであって、一つはその、要するにその、紛争を主導したのは全教徒と当時言われてたその会議官の学生たち、だったんですけども、この要するに紛争そのものがその、全然ナンセンスだったということが一つと、それからもう一つはそのそういうその紛争への関わり方として、教官がその授業に出てこなくなるということがいかなることかというか、そのいかに馬鹿げているかということ、その2点を取っただけでも、その現実社会のことが全くそのお分かりにならないのか、その、そもそもその関心が あると本人は思っておられたかもしれないんだけれども、関心がなかったからじゃないかというふうに思います。他方その三田さんの方は、その後別に私はそのフォローしてたわけじゃないんですけれども、このサイトを持って調べてみたら、結構そのさまざまな業績を、学問的業績を上げて
いる方です。残念ながらその三田さんの方が若干、上原さんよりこの、若干折原さんよりは年上なんだけど、すでにお亡くなりになっていることを知りました。で、ですからその面白いもので、なんて言いますかね、その、TPO をいかにかかるといいますか、その何をその大学で、この学ぶかと、その学ぶことだけじゃなくてもいいんだけども、何を大学で得るかということについてはその偶然も左右するし、何がいいかわからないということだと思います。でその、この もう一つその、その授業を取ってよかったのはですね、そのベガーっていうのは、非常にその多産なその学者でして、この高感な書物はたくさんあるんですけれども、なかなかそのもちろんその私はドイツ語できないし、それからその日本の翻訳本もたくさんは出てて結構買いましたけれども、なかなかその読みにくいし、その読み通すのはその次に輪をかけて大変だということがあって、結局その文庫本で出てる本をいくつか読むだけに終わってしまったので、この私に大きな影響を与えた例えばそのその理念の転轍機の観念ですとか、あるいはその理念系の観念ですとかいうものは、そのまさに折原さんの授業を通して知ったものです。でこの私が、このきちんと読んだ文庫本の中には必ずしもその、ストレートな話では出てこなかったのであって、その授業に出ていなければそういったそのウェーバーの基本的な概念、言葉というものを身につけることができなかったんじゃないかというふうに思います。でもう一つそのこのルース・ベネディクトの「菊と刀」の方なんですけども、これもこちらの方は自分でその本を読んで、この知って、それなりに理解をしたということなんですけども、この聞くっていうのはその後で、説明しますけども、私が自分で名付けたところの縄文性、の象徴であるのに対して、刀の方はその、私がやっぱりその、自分で作った言葉ですけども弥生性の象徴なんですけども、この実のところそのこういうその話をする機会があったもんだから、もう一度そのパラパラと菊と刀を振り返ってページを送ってみたところ、その菊と刀を対象させて論じている部分というのはほとんどなくてですね、この要するにその序文のところに出てきているのは大部分ということが分かりました。でその結構大部な文庫本ですけども、出てますけれども日本語訳が、大部ではあってもですね、その本文の方はあんまり面白くない、したがってその序文だけ読めばいいんじゃないかというふうに改めて思いましたが、そのいずれにしてもその別にその文章が長いとかなんかではなくて、その概念、そのものの持ってる力といいますか、それが大きいわけで、この菊と刀をからという対照的な要素から日本彼女にすれば文化なんでしょうけども、私にすれば文明ですけども、がその、なっているという指摘は極めてその示唆的であり、その参考になったと思います。でもうそのそういったその、先ほどの その理念の転轍機マックス・ウェーバーですね、入手しても、
あるいはその縄文性とか弥生性にしてもですね、そういったそのものがその、面白いと感じ、その、そういうふうに接してね、面白いと感じ、それなりに理解をできるかどうかっていうことは、そのそれまでのその、その歩みにかかってるわけです。その 何もそのそういうものを受け止める素地がなければ、その面白さも感じないし、十分理解もできない。でそれなりに私は面白いと感じ理解もできたと思ったのは、そのそういうものをその認識をされるとか受け入れることができる素地があったからだと思うんですけども、じゃあその素地はどこから来たかっていうと、それはです、その一つはその、鉄腕アトムですね。でもう一つはもう一つはあ宮沢賢治の、童話です。で、宮沢賢治の童話の方は何ていうんですかね、その、そもそもその宮沢賢治が書いたものそのものを読むのもそう難しくはないんだけれども、その宮沢賢治が書いたそのものそのものを読んだのか、それともそれをもとに作られたまさにその絵本的なものを読んだのか、今となってはよく覚えてないんですけれども、とにかくですからその、手塚治虫の「鉄腕アトム」とそれからその宮沢賢治の童話群ですね、その2つがその素地になっている。さらにその大きな素地となっているのは、もともとそういったその分野に関心を持つに至ったのは、冒頭申し上げたように私がその幼少期をその外国で過ごしたというところにあるわけです。だからそういったものがその総合的に私にとってこのマックス・ウェーバーとか、それからそのルース・ベネディクト等を受け入れるその準備をしてくれたということになろうかと思います。じゃあそのまずその鉄腕アトムがどういう意味でその私の素地になったのか、需要になったのかということなんですけども、この、そもそもその、鉄腕アトムがその当時の少年というその雑誌にこの連載が始まったのは1952年、なんですけども、このいつからその、この少年で鉄腕アトムを読むようになったかということは覚えていませんけれども、少なくともその、1955年に私はその、小学校1年生の時に、このカイロに行ってますけども、行ったその当初からその、少年で鉄腕アトムを読んでたってことは間違いないです。で だから多分それまでにその日本で四日市に住んでた頃から読み始めていたんじゃないかと思いますけれども、ずっとその、5年生の時に日本に帰ってくるまで、少年で鉄腕アトムは読み続けています。で、日本に帰ってきてそのこの中学に入った時にはすでにもう少年を読まなくなってたんじゃないかというふうに思うんですけども、とにかく小学生時代を通じて私はその少年、なおかつそのとりわけその中の鉄腕アトムに親しんだということが言いようかと思います。でところでその今になって振り返ってみるとですね、そのこの鉄腕アトムっていうのはその、このなんて言いますか、その、この、自動的に自分の判断でその、この動くわけですけども、その、武器でやることは間違いないんですね。当時そういうその意識はなかったんだけども、というのは
まあ、この競技の意味での武器をアトムは持ってるわけです。で、それはその、この、お尻から機関銃がこう飛び出してくるわけですよね。で、その、どうやらその後アニメとかその映画版なんか、映画のアニメとか、アニメの映画版とかその出てくるにつれて、その武器の威力は増していったようですけれども、それからその、この右手からはその、光線銃的なものが出ますし、それから左手からはその、この大砲の小さいのがこう、出てきて、それを使うことができるというそういうことであって、そのものすごいその100万馬力と称されるそういうその、この駆動力を持ってたりですね、それからそのものすごくの遠くを見ることができたり、さまざまなものはそれはそのセンサーであって、全てはその武器を使うための手段なわけです。ところが、まあ、当時そういうふうには読んでなくて、一般 の, その日本 の, その、小学生が読んでいたかように、単にそのアトムをですね、その、こうなんていうかな、そのこう、近代化、機械化 の, その象徴としてその見てたのではないかと思いますけども、潜在意識においてその、この私の言ってる意味で の弥生性といっても、非常にその、うん、なんていうんですかね、 今の、私の言葉に置き換えれば、この弥生的縄文性に近いと思うんですけど、そういったものを象徴しているのがアトムだということになりますけども、いずれにしてもだからそういうものからその弥生性の走りみたいなものを感じたと。それともう一つはその現地 のエジプトの海で登ってスエズ戦争を、この体験したということですね。その体験したっていうのは、前にも何度か書いたり喋ったりしたことありますけれども、実際にその砲撃音を聞く、それからそのその遠くの 方が、そのこの爆撃 等を受けて、明るくその見えると、一方遠く感性をさせられているというような、この、自分の身近にで戦争がまさにその起こっている、戦争のただ中に、自分が置かれているというそういう意識をがあったと。で、そういったものがその後々になってきて、そのだんだん結びついていくと、そのまさにその鉄道アートを弥生性の私にとっての、その原型のようなものとして受け止められるようになっていったんだと思います。で、他方じゃあその縄文性の方はどうかというと、縄文性の方は、この、水沢賢治の童話群の中から、この私がその身につけていったというか、その監督していったものではないかというふうに思います。で、しかしその今振り返ってみると、何て言うんですかね、その、この私は 今でよくそのグスコーブリブドリの電気のグスコーブドリの話をしてきたんですけども、彼 の, その行為というのは、これはもうその中身の説明まではやりませんけれども、利他主義なんですよね。ですからその、私の縄文性っていうのは、そのイコール人間主義という、まあ、いずれにしてもその私がその作った言葉ですけど、と同じものなんだけれども、その
人間主義ないしその常温性とリタ主義っていうのは無縁ではなくて無縁ではないんだけどもどういう関係であるかっていうと一種 の, その極限形態なんですね。非常時におけるその人間主義がリタ主義なんですね。でちなみにそのキリスト教のリタ主義っていうのはこれはその、建前上は常に平時有事を問わず貫徹されなければいけない主義で主義なんだってそこが全然違うんですね。人間主義はにおいてはあのリタ主義的側面っていうのは例外であって極限形態なんだけれどもキリスト教等のその一神教の世界でよく唱えられるリタ主義というのはその、リタ主義そのものが目的化されているという点で決定的に違うのですが表現的には極めて同じようなも ものとして描かれるのでですからその人間主義をその、とはいかなるものかということを理解するためにグスコーブリの日記を読んではいけないということに電気だグスコーブリの電気を読んではいけないということになるじゃあ何を読むべきかといえば、その日の合衆じゃないかというふうに思いますね。つまりその主人公が動物たちとの交流を通じて自分のチェロの技量を上げていくというそういう話なんだけれども要はその動物じゃなくてももちろんその相手が他者でも他者その他の人間でもいいんだけれどもそういったその他者との交流を通じて双方がその高め合っていくと。というその高尚な言い方もできればそうみんなが互いに互いをその、このうまく利用してそれでその全体として一番いい姿をそのに到達するというそのものとしてその人間主義を理解するのがいいんじゃないかというふうに思います。でところでじゃあその哲家自身は哲のアトムをいかなるその哲のアトムによっていかなるテーマを追求していたのかということですけれども、彼自身はその、要するにその差別と差別の解消なんですよね。つまりロボットを虐げる人間と虐げられるロボットの対立と差別がそのテーマであるというふうに彼自身が語っているんですよ。だからそのこの差別ってもいろいろあって一般にはなんていうのかなその一般のこの、この上下関係で、で言ってはいけないんですけれどもその上が下に対して差別するというそののが一般的なんだけども鉄腕アトムの場合は下が上を差別するつまりその鉄腕アトムがものすごくその、頭が良くて、この力もあるがゆえに差別されるというそういうその物語なんですね鉄腕アトムにしてただしその、もちろんその作品っていうのはその作者の執筆意図によって規定されるのではなくてその、読者が規定 すべきものであってしていいのであって、また現にされてきたのだろうというふうに思うし私の場合はこの今申し上げたようになに鉄腕アトムを読んできたということになるわけです。でその、実はその今言った今ご紹介した手塚治虫 の「鉄腕アトム」のテーマっていうのは、要するにその当初のテーマであって最終的には、要するにそのなんて言いますかねその、軍備反対の象徴としてそのアトムを書いたようですね。
で結局そのやっぱりあの手塚のような天才的な人間にとってもあの、この今はその、作品を書いて、このお金をもらうという意味ではそのこの一般社会を顧客としているわけだから一般社会の動向とは無縁ではいられない。だから結局その戦後日本 の, その,、この軍事軽視というかその軍事力放棄戦略というかといっ たものに結局そのなんて言いますかねそのそれに本心かどうかは別にしてという意味で言えばリップサービスをしなければならなかったということじゃないかというし本心 そういうふうにテーマを変えていったんだとすれば結局その戦後日本のそういうその私の言っている諸勢力によるその何て言うんですかねそのかなりその世界史的に見ても異常なものの考え方 その腐食力っていうのがいかにその凄まじいかということを示しているんだろうと思います。でさてその次は先の大戦で日本が勝利できたのはなぜかということなんですけどもこれは、私で実際その、この資料をもとにこの話をしてみたところ、非常にその反発が大きかったですね。つまり、私自身はその、極めてその、当たり前常識的な、ことを自分は言ってると思ってたんだけれども一般には、必ずしもそうは受け取れ、られないのであるということを改めて認識させられました。で そのことについては、こういった資料を、熱心な読者の、人々とのディスカッションも通じて、作成をしていた方でも感じたんですけども、そもそもその、そういうその、先例があるのかということなんですよね。で、要するに軍事的には、ボロ負けに近い負け方をしてもその戦争目的を達成したということがあったんだろうかということになってもしそういうその事例がその、あればですね、それはその一つ一つだけでもいいんだけどもそれがそのいくつもあるということであれば非常にその私の先の大戦で日本が勝った論文の説得力も増す部分があると思うんですけども、私はそのベトナム戦争の例とベトナム戦争っていうのは比較的最近の例でもう一つはその英仏百年戦争の例があるんじゃないかということをその言い出してそれでそのある程度それで、資料にも反映したのですけれどもしかしもともとベトナム戦争の場合にやや弱いのはですねそのベトナム戦争が終わった時点では、形の上ではパリで、この、協定を結ばれてますけれども、引き分けなんですよね。つまりその、
な、もちろんその軍事的には米国が一方的に勝ったんだけれども、戦争目的をではその、ベトナム戦争がその、米国とそれからその当時の北ベトナム、それからベトコン、まあ、要するにその北ベトナムですけれども、との間の戦争というふうに協議で捉えれば、その戦争が終わった時点で、別にその北ベトナム側が目的を達成したわけではないわけです。で、その米国がその パリ協定を踏まえて手を引いてから、その後でその北ベトナムが南ベトナムを併合するのをして、この当初 その戦争目的を達成するわけですけれども、そこにそのタイムラグがあるという点が弱いといえば弱いわけです。じゃあその英仏百年戦争の場合はどうかということなんですけれども、これもその 私はまあ、ほぼその、フランス側がそのボロ負けを続けて、しかもそのこの戦争が行われたというのは事実上その、この後にそのフランスと言われている地域だけに限られた、なんて言いますかね、そのスコットランドとがまだ当時はその、英国の一部ではなくてイングランド、私はイギリスと言ってますけど、イギリスとスコットランドの間で、この間接的に戦争が行われていた時代であって、そのスコットランドとイギリスとの戦争にそのフランス軍が加担したと。で、そのスコットランドに遠征軍を送ったというようなこともあったんですけども、まあ、その時は別にそのイギリスに勝ったわけじゃないんだけれども、そういう例外を除いて、要はそのこの基本的には全て戦いは後世フランスと呼ばれることになる地域の中だけで行われて、しかもそこで行われた戦いの大部分において、とりわけその主要戦役において、フランスはほぼことごとくその大敗を喫して、なおかつしかし目的を達したという例として私は挙げたんだけれども、でもその改めてその調べてみたらですね、必ずしもその目的をそのフランス側が達成したとは言い難いことが分かりました。というのはどういうことかっていうと、その、要するにその、戦争状態が終わってからさらにその20年以上経ってからようやくその、条約が英仏間で結ばれるんだけども、その条約の内容っていうのはイギリス国王はその、フランスの王位を軍事力でもって、要するに戦争でもってその、追及はしないということを約束する一方で、フランス王はイギリス王に対して、金を支払うというそういう条約なんですよね。金はその条約が結ばれた時にもまず払って、その後毎年その支払いを続けていくというそういう内容ですから、この味方によってはそのどっちも勝ってないというか、極めてその双方にとって不名誉な形の終わり方をしたわけであって、一体それでもってそのフランスが本当に目的を達成したと言えるのかどうかという、ことがあるんですね。だからそのなかなかその、そのものズバリのその先例っていうのはないんですね。でもまあしかしそうは言っても、別にその世界史上初めての出来事っていうのはいくらでもあるわけで、まあもちろんその時代や場所が違えばその全く同じ条件でその比較ができないわけですけれども、まあ、それにしても別にその、この日本がこの
世界史上初めてのことを やってのけたというふうに考えたとしても、別に それはそれでいいんじゃないかというふうに私は思っています。ですからその先例があるか類似例があるかどうかということではなくて、あくまでもその戦争目的が何であったのか、その戦争目的を達成できたのかどうかということでもって、その戦争の勝敗というものを考えるということでいいのではないかというふうに、その改めて申し上げておきたいと思います。今回はこれぐらいにします。